アリスガー学院高等部1年の桜田美優です。ユニットはリリカルリリーと言います。リリリリって呼んでください。学院のお友達とやっているユニットです。 DJ ってまだまだわからないことも多いのですが、みんなで楽しく活動しています。ボーカルをしています。歌うことが大好きで聖歌隊にも所属しているんです。カヌレドボルドーです。もともとフランスの修道院で焼かれていたお菓子で、とっても可愛らしいんです。いつも紅茶と一緒にいただいています。ホラーの映画や小説はちょっと苦手です。この前ミーコちゃんのおすすめの映画を拝見したのですが、その日はなかなか寝つけなくなっちゃいました。ミュージカルの鑑賞です。ステージで見るといつも感動しちゃいます。あ、今度リリリのみんなも誘ってみようかな。はるなちゃんはしっかり者でいつもみんなのことを気にかけてくれています。あ、それとくるみちゃんはいつも面白いことを考えているんですよ。あとみーこちゃんは誰とでもすぐ仲良くなれてすごいなーって。あ、ついみんなのこと話しちゃいました。ロンドの青柳椿さんです。実は前から存じ上げていて、本当に素敵な歌声の方ですよね。クールな雰囲気もかっこよくて、実は少し憧れているんです。夢というと大げさですが、たくさんの人に歌を聴いて喜んでもらえたら嬉しいです。まさかユニット活動する日が来るなんて思いもしませんでした。まるで不思議な国に飛び込んだみたい。皆さんも私たちと一緒に冒険してみませんか。メディアミックスプロジェクト、みんな準備はできた？6ユニットの個性豊かなメンバーが登場。私たちの新しい物語、見逃さないでね。 D4DJ で検索。